はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学2のですね、23ページの74番の問題からちょっとやっていこうかなと。で、どんな問題かっていうと、次の等式が誤っていることを示せという問題ですね。で、まあこれはまあ左辺右辺それぞれ解いていって同じ答えにならないっていうのを示していけばいいので、そうするとまあ左辺イコールこれっていうのはまあルート2i かけるルート 3i っていうふうになって、これマイナスルート6になりますよね。で、右辺の方ですね、今度はこれ、中がまあマイナス2と3で6になって、ルート6っていう形になるので、まあよって等式は誤りであると。で、次ですね。次もまあ左辺からちょっとやっていきましょうか。ね。で、左辺はまあこれ、ルート2i になって、で、ルート3。で、あとは、上下にルート、上下にね、i をかけてあげなきゃいけないので、2i の i で、ルート3i。ってことは、マイナスルート2のルート3i っていう形。うん。で、次に右辺の方に行きますね。右辺の方はどうなるかっていうと、まあこれそのまま、ルート2分の 3i っていう形なんで、まあルート2分のルート 3i っていう形で、これも同じにならないですよね。なので、まあよってですね、よって、等式、は誤りであるというふうにまあ書いてもらえれば OK ですね。で、今度は24ページの方に入りますね。ちょっとテキスト、まあこっからはね、普通に計算問題がまた出てくるので、まあ、それを解いていくっていう形になりますね。で、まあ、早速ね、解の公式使って、バンバン解いていきましょうか。まあ、代入しながら解いていくだけなんで、そうすると、2分のマイナス1プラスマイナス1マイナス、まあ、20っていう形になるんで、x イコール2分の1、2分のマイナス1プラスマイナスルート 19i っていう形になりますよね。中のね、マイナスルート、ルートマイナス19か。っていうのは i につけてね、書いてあげるっていう形なので、次もですね、解の公式にどんどん入れて計算していきましょう。で、9でマイナス36ってことは x イコール2分の3プラスマイナス、これルート27マイナス27になるんで3ルート3i になりますよね。3ルート 3i という形で書ければいいかなと。で、あ、次なんかえらい飛んでるな。イコールの位置がまあいいや。で、x イコール、これも2分の3プラスマイナスルート9、プラス、4になりますかね。で、x イコール2分の3プラスマイナスルート13と。いう形ですね。まあ、虚数にならなかったところですね。で、次も解の公式でいきましょう。そうすると、2分のマイナス2プラスマイナスルート、4、マイナス6ってことは、x イコール2分のマイナス2プラスマイナスルート 2i。っていう形になりますかね。
で、お次いきますね。お次ちょっとここマイナスがついてると使いにくいので、3x の2乗マイナス 2x マイナス2イコール0っていう形にして、やってきますね。そうすると x イコール、3分の1プラスマイナスルート1プラス、6っていうふうになるんで、 x イコール3分の1プラスマイナスルート7っていうふうになればいいですかね。うん、で、お次ですね。お次も解の公式でどんどん入れていきます。2分のルート5プラスマイナスルート5マイナス8なので、x イコール2分のルート5プラスマイナスルート 3i という形になればいいですかね。この辺は、解の公式の、まあ、使う練習なので全部映ってますよね、うん、ちょっとね、明日の方映ってなかったかな、うん、ちょっと引きましょうかね、うん、で、76ですね。次も、二次方程式を解けっていう指示ですね。で、まあこれはね、ちょっと整理していかないと無理なので一回ね展開しますね。マイナス x プラス x の2乗プラス 3x プラス2イコール0で 2x の2乗プラス 2x プラス2イコール0で x の2乗プラス x プラス1イコール0。これで解の公式入れてあげましょうか。で、そうすると2分のマイナス1プラスマイナスルート1マイナ4だからマイナス3になるんで、マイナス、2分のですね、マイナス1プラスマイナスルート 3i という形でいけるかなと。で、これもね、ちょっと式いじらなきゃいけないので、まあ、いじっていきますね。2x の2乗を、で、プラス 5x プラス2と。で、x の2乗プラス 5x プラス2イコール0と。で、これで解の公式ですね。そうすると、2分のマイナス5プラスマイナスルート25引く8なので17かな。うん。っていう形で、まあ、答えが出ればいいかなと思いますね。で、次は分数になっているので、分数このままだとやりづらいので、まあ、全部で12かけちゃって、まあ、ちょっと整数にしますね。そうすると、マイナス 4x プラス3イコール0。で、これで解の公式を使っていきます。そうすると2プラスマイナスルート4引く6だからマイナス2だから 2i かっていう形になればいいですかね。で、でこんな形ですね。で、お次ですね。これも全部10倍しますね。 x の2乗をプラス 3x プラス9イコール0で、ここで解の公式を使っていきます。で、プラスマイナス9マイナ236だからマイナ27だから、まあ 27i にしちゃって、答えが x イコール2分のマイナス3プラスマイナス3ルート 3i という形になればいいですかね、うん、で、5番の方に行きましょう。5番の方もね、分数のままだとやりにくいので、まず全体を2倍してあげてですね、で、x の2乗マイナス 2x プラス3イコール0で、これで解の公式を使っていきます。そうすると、これあれか、分母省略できるのね。で、1か、1プラスマイナスルート1
1マイナス3だから2ルート 2i っていう形になりますかね。うん、で、お次ですね。うん、俺計算ミスしたかな、ちょっと待ってね。問題写し間違え、問題途中計算間違えてね。ここ2だね。2で、で、ここが2だ。なので、そうするとここが違うのか。1引く2だから i かね。うん、っていう風になりますね。で、次、カッコ6番ですね。カッコ6番は、これね、マイナスがついてるんでね、計算ミスだけ気をつけてもらって、全体をね、6倍してあげて、三カッコ x の二乗マイナス2。で、マイナス、2のカッコの 2x プラス5。で、3x の二乗マイナス6、マイナス 4x のマイナス10と。で、これまとめるとどうなるかっていうと、3x の二乗プラス 4x プラスの4イコール0と。で、解の公式ですね。そうすると、3分のマイナス2プラスマイナスルート4マイナス12だ。4マイナス12。うんですね。4マイナス12だから、マイナス8だから、8i で x イコール3分のマイナス2プラスマイナス2ルート 2i というふうになればいいですかね。うん。で、ちょっと長くなったんでね、これでちょっと終わりにしてですね、また次の動画で上げていこうかなと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。